引っ越し作業の途中見つけた押し入れの段ボール。ひっくり返すとおもちゃにぶつけてくぼんだ僕の地球儀。オーストラリアとニュージーランドの間が混んでて、赤道を走ってる海鮮がこけ茶になってた。僕の知る世界はへこんでて錆びている窓の外、できるだけ遠くを見てみたい。ソマリアの海賊船、気づかぬままに海へ沈む命があるだろう。ボスニアの銃撃戦、おたけびをあげて消えてゆく命があるだろう。机の奥に張り付いていた給食当番表、好きな献立に花丸をつけて待ち遠しかったな。メタチガリアのユウスケくんと仲良しでよかった。大切なことを笑ったり泣いたりできてよかったな。僕の目に映った今を詰め込んだ宝物、取り出してみたらひらめいた。アメリカ軍の完成と見える相手はいつもそばで、ただいまと言い合う人がいる。無意識でも無防備なら君の心は震えるだろう。眠ってる心を叩き起こせ。聞こえてるか、歓声と見える誰かが声を張って、歌歌にミサイルを飛ばすのか。諦めるな、歓声と銃声に紛れた産声。聞こえてるか、聞こえてるか、直径30センチの地球を持って旅をしたい。大切なことは僕の目と心で確かめたいんだ。地球に空き地があればそこはどんな場所だろう。飛行機も船のいらないとかにある。